唐菓子、唐化物は、唐朝から伝わったという菓子。米粉や小麦粉などの粉類に、甘面の煮詰めた汁もしくは水飴、献上する、上級品では蜂蜜など甘味料を加えてこね、果物の形を作った後、最後に油で揚げた成果を指す。唐菓子や、唐菓子と読むこともある。また、唐果物の読みのまま、唐果物とも表記する。 競技の仮説といえる唐菓子は、下記の八種シ唐菓子に限定されている。これは特別の行事、神仏事用の加工食品と言える。これらは、日常的に作られていなかったようで、製法が詳細に記述された文献があるからである。八種シ唐菓子以外も含めた講義の仮説と言えると、菓子に分類された、加工食品には、製法の記述に省略が見られるものがある。 八種シ菓子に製法、または形状が似ているものを含めた講義の仮説といえる。等菓子は古墳時代末期の備え物と見られる土星の形状の似ている出土品や奈良時代、平安時代の文献に名称の記載が見られる加熱加工食品も含めている。当朝の伝来かどうか疑問のある加熱加工食品にも分類の名称として適用されている。以下の記述は 講義の仮説といえる陶菓子について書かれている。古墳時代末期の古墳から高月に盛られた陶菓子を片切ったような土製品が出土している。大陸から伝えられた陶菓子は小麦粉を用い、ごま油で揚げるなどの技法が用いられ、当時、果実、好みと、その加工品を果物、菓子、菓子と記述していたので、こういった、試行品も、 歌詞と記述する由来になった。平安系の詩でも売られ、貴族に愛好されたばかりでなく、神花向けとして、また仏前にも備えられた。平安時代には、当時の百科事典的な緩和辞書である、和名類辞書に一部のものが特に八種唐菓子と、記載された。しかし、鎌倉時代末期には、その多くがすでに忘れ去られていた。一方、 せんべいなど一部は型を変えて現在まで残っている。現存しているものとしては、神社で製造される武が代表的である。また、京都には、清浄寒機団と呼ばれる団器が現存しており、寺院に奉納されるほか、和菓子として市販もされている。なお、饅頭、じゅう、いろう、落月餅、一口港、牛皮なども、中国から渡来してきたものだが、 これらは、鎌倉時代以降にトラしたものであり、東歌詞には含められていない。正常喚起団、ありがとうございます。